さんの皆様にお集まりいただき誠にありがとうございます。今回、私が写真展をやろうというので声をかけたんですけども、きっかけはセナさんで、セナさんにボランティアのオファーをした、信州大学にオファーした時にセナさんがね興味関心を持ってくださったのがきっかけです。最初はね全然集まらなくて長野県中の大学に声をかけたんですよ、電話で。地域活動ってね大学ってやってるんですけど、そこに電話をかけてボランティアとして、主体的に写真展やりませんかって声をかけたんですが、なかなか、変人扱いされ、そんな中ね興味関心を持ってくれて本当にありがとうございます。すいません、長野インターネット放送局と言いますけども、はい、こんにちは。こんにちは。企画チームのリーダーと結び全体のリーダーを務めていますアルガセナと申します。今日はこういった棚田、はい、にこうフィールドに展示して、はい、写真展を行うというのはなかなか珍しいと思うんですけども、はい、その辺どうなんでしょうか。そうですね、この写真展のまず趣旨としては、この小諸市のうつぼ入りの棚田っていうところを実際に足を運んで知っていただき、でこのうつぼ入りの棚田を、継承していくっていうことを目的としていたので、まずはそのきっかけとして皆さんの幸せな瞬間を、集めた写真展っていう機会を作って、で多くの人たちにその写真展をきっかけにこの素敵なうつぼ入りを見てもらえたらなって思ったので、はい、すごいこの、はい、2日間すごいいい写真展にできたかなって思います。何人ぐらい来場されたんでしょうか。そうですね、目標は100人ぐらいを目標にしてたんですけど、はい、それを全然上回る100、はい、そんなに100人以上の方が来ていただいて、はいはいはい、じゃあちょっと案内してもらってもいいですかね。今日賞を取った写真なんかはちょっと、はい、もしよかったら。はい、分かりました。はいはいはい、奥の方にあるんですね。どういう基準で選ばれたんですかね。私たちは全然それは知らない知らないんですけど、そうですか。小諸市長と、あ、はい、アルクマの選んだ人は、はい、どなただったんですか。小諸市長、あ、市長も来られたの。はい、もうが選んでくださって、はいはいはい、とあと写真家の西ゆきみさんっていう方もすごい。何人ぐらい応募してくださったんですか。140枚、はい、みんな違う人ですか。そうですね、皆さん違いますね。すごいすごい。鬼山撮ったが小諸市長さんの、あ、これですね、はい、小諸市長賞になります。なるほど。これが、はい、その入学おめでとうがアルクマ賞です。アルクマ賞、はい、力を合わせて突き進めっていうのが、はいはい、優柔創新賞っていう、友人、はい、友人、写真家の西さんが選んでくれた、はい、勇気の勇に、はいはい、住所の住、はい、で遭遇の遭に進むで友人創新賞。難しい名前ですね。はい、なるほど。今回写真展やってみてどうでしたか。いや、最初は全然不安だったんですよ、はい、なんか100人目標だったんですけど、はい、皆さん来てくれるかどうかっていうのを、はい、なんですけど想像以上に、はい、たくさんの、年代幅の子供からおじいちゃん、はいはい、おばあちゃんまで多くの人が来場してくれて、で写真展をすごい楽しんでくれたので、はい、その実際にすごい楽しかったよって、すごいねっていう風に言葉をかけていただいて、やっぱりやってよかったなって、これまで結構長い年、間、うん、準備とか企画やってきたので。どのくらい前からやったんですか。去年の11月にそうですね、お話いただいて、はい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 、そこから活動し始めてたので。今回先ほど挨拶の中に写真を集めるのに苦労されたっていう。そうですね、最初は全然なんか
確かその応募始めたの2月くらいだったんですけど、最初全然集まらなくて、これ大丈夫かなって思ったんですけど、みんなでこの広報 SNS とか、はい、お店とかにポスターを貼ってもらうとか、広報活動をとにかくみんなで頑張って、そしたらすごい一気にガーンと140枚も応募してくださったので。なるほど、それ良かったですね。はい、はい、本当に嬉しかったです。今後はどんな風にこういう、まあ、写真展、はい、いっぱいありますけど、はい、やっていく予定でしょうか。そうですね、これ1回だけで終わっちゃうのはすごいもったいないなって私たち結びで、はい、みんなで話してて思うので、これをまた来年とか、はいはい、続けていけたらなって思います。今はこの初めてのことだったので、はいはい、結構手探り状態っていうのもあったんですけど、この今回の第1回目のその写真展を踏まえて、また新たにちょっと企画してみたいなとは思います。この会場をまた使うんでしょうかね。そうですね、ウツボ入りの棚田をみんなさんにもっと知ってほしいので、ウツボ入りの棚田っていうんですね。はい、ぜひぜひ、はい、夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。お願いします。棚田を使って写真をやるっていうのは新しい試みだと思うんですけども、はい、その辺何か苦労されたことってあるんでしょうか。そうですね、やっぱり棚田で写真展って今までになかったと思うんですけど、うん、一番苦労したのは、広報活動、皆さんにこの、こういう活動があるよっていうことをしてもらうのと、こういうの開催、この写真展を開催するよっていうのを知ってもらうのと苦労したのと、あと資金集めがやっぱり大学生なので私たちの、あ、そうなんですね。そうですね、資金集めすごく苦労しました。効率的にやるためにまずクラウドファンディングと、あとは企業さんに、直接こういう何万円から1万、例えば一口1万円からですって電話して、うん、OK もらえたらもう面談に行って説明、企画の説明して共感とかしてもらえたら、じゃあ、スポンサーになりますということでお金もらったりとか、あともう一つはプレスリリースをもうたくさん一人100件くらい広報チームの方が出してくださったので、はいはい、それで興味を持ってくださる方から支援をいただいたりだとか、地元の方に一番支援いただいたかなと思います。こことの地元の方との関係っていうのは何かこう熱いものがあったんでしょうかね。そうですね、私たちは大学生なので、はい、長野県出身の子もたくさんいるんですけど、はい、半分以上は長野県出身ではなくて。なるほどなるほど。そうなんですけど、私自身は兵庫県のすごい山奥、もうここと比較してももっと同じですね、人が、そうですね、人が住んでないようなところから来て、その過疎化とか、はい、うん、なかなか若い人が元気になる活動ができないとかっていうところにすごく共感を持って、うん、持ってたので、この活動に参加しようと思いました、うん、なるほど、はい、そういう意味では自分ちょっと地元の、こととこう被るというか。そうですね、そういう面もあるってことですね。そうですね、大いに大いにあります。じゃあまた地元に帰ってたら、はい、何かこう活かせることってあるのかな。はい、活かせることとしては、うん、あ、なんかやればできるんだって思ったことが一番大きくて、うん、今までは何も、まあ、やろうとも思わなかったんですけど、はいはい、やろうとも思わなかったし、その興味を自分でこういう企画をして地域を元気にしようって思うことがなかったので、でもこの企画を通して、あ、私でも誰でも頑張ってやろうって元気にしようって思えれば、うん、思えばできるってことが分かったので。今後の希望は何でしょうか。希望ですか。希望はこの1回だけの活動にとどまらずに、はい、これからも自分たちのできることを考えて活動、自主的に積極的に活動していきたいなと思ってます。ぜひ夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、こんにち は。今長野県はここ小諸市の、はい、ある棚田へ来ておりますけども、はい、今写真展終わりました。はい、そこの
土地を提供された方に来ていただきました。すいません、はい、ご紹介お願いします。はい、私は棚田開墾の会代表をしております清水博人と申します。清水さん、はい、今日は学生さんが中心になって写真展を棚田で開いたというふうにお聞きしたんですけども、はいはい、これはどういうあれだったんでしょうか。はい、もともと私は農家をしていて、はいはいはい、それをしていく中で、ご近所の方とね仲良くなったんですね、はい、でその方がつぶやいていたんです、はい、この地域には棚田百選って言って綺麗な棚田があるんですけど、うん、そちらがどうやら耕作する人が減ってしまって、はいはい、荒れてしまったと、うん、いうことで私はボランティア団体として棚田開墾の会を作って、はい、こちらを開墾をして、うん、皆さんが集まれる場所にしたいなと思って、いろんな活動をしています。今回の棚田の写真展もその活動の一環になります、うん、じゃあこの棚田は今かなり整備されてますけど、はい、結構荒れてたってことなんですかね。そうです、荒れてました。何年ぐらい前？この上の方山なんですけど、もう同じ景色がここにあったんですね。1年前は木々が生い茂っていて、うん、もう100本200本以上あったのを一からチェーンソーで切って、抜根をして、はい、田んぼに再生しました。あ、木がもう生えちゃってたんですね。そうです、そうです、そうです。すごい。はい。若干まだ白樺みたいの生えてますけど。はい、残ってますね。あんな感じ。はい、そうです。あそこはあえて残していて、皆さんが集まった時に木陰として休憩できる場所として残してあります。でもあのような木がずらーって一面ぎっしり生えておりました。まあ、清水さんも学生さんにまあ呼びかけたってことですけど、はい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 、清水さん自体もどこから移住されたんですか？あ、私は地元ですね。地元なんですね。はい、私は小諸市が地元です。今回の棚田開墾の会の、はい、活動のテーマがですね2つあって、1つが地球の環境問題を自分ごとにしようということと、もう1つ目が学生の力を社会に発揮しようっていうのをテーマに活動をしてます。その中で今回長野県中の大学校に電話をして集まってくださったのが、この信州大学、佐久大学、また長野大学の約10名ぐらいのチームになります。でも学生さんにこうピックアップしてきてもらうっていうのはなかなか、はい、学校を通してたから大変だと思うんですけど、はい、そうですね、大変でした。最初私は電話をして、はい、各大学にこういう活動をしたいって連絡したんですけど、はい、ほとんどの大学がなかなかお話を聞いてもらえなかったです。その中でも、はい、今回は興味を持ってくれて、こういうメンバーが集まりました。2日間にわたって、はい、なんか結構たくさんの方が来場されたっていうのを聞いたんですけども、はい、そうですね、目標の来場者の方は超えて、はい、私たちがやってきたことは一つ良かったかなというふうには思ってます。今後どんなふうに進めていこうと思ってますか？はい、同じように学生の方々がこちらの田んぼを舞台にいろいろ活動できるように様々な仕掛けをしていきたいと思いますし、この活動を通していろんな方と出会えたんですね。そういう方々とまた一緒にここを築いていきたいな、将来の未来を作っていけたらなというふうに思ってます。なるほど、はい、なんか先ほど聞いてみたら年内もう一回やりたいよなんてそんな話もありましたけど、 それは嬉しいですね。まずは私は一段落してよかったなとは思ってます。うん、まあこれから農作業の時期ですよね。はいはいはい。そういったなんかこうお手伝いというか企画はあるんでしょうか？あります。田植えをしたりだとか稲刈りをしたりとか、元田んぼならでは のイベントも行っております。なるほど、はい、ぜひ夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。